広大な大地にそびえ立つ山々、脈々と流れる川は幹を太くし海へと注ぐ。地球のあるべき姿を色濃く残すオーストラリア大陸。ミュージシャン清木場俊介の挑戦。ねえ GT、 おーイエー、カモンヒル、ミッション。それはアジ科最大種のファイター、巨大魚ロウニンアジに出会うため。神の魚と崇められる淡水域最大クラスの巨大魚バラマンディ。挑むのは世界を股にかけるビッグフィッシュハンター村田はじめ。うわー、シャナイスジャンプ。まだ人気の少ない早朝のケアンズ国際空港。いかがですか、ケアンズ。いや、ちょっと初めてのオーストラリアなんで。あ、そうですか。はい、かなり楽しみにしてきました、初めてのオーストラリアの余韻に浸る間もなく、すぐにタクシーに飛び乗ったミュージシャン清木場俊介。強い信念を歌詞に紡ぎ、歌い屋として熱いロックを奏でる彼は、自他ともに認める無類の釣り好きだ。オーストラリアにやってきた目的は、巨大魚ロウニンアジに挑むため。ケアンズより北におよそ250キロ、クックタウンは1770年のキャプテンクックの上陸により名付けられた歴史ある港町。船長のキムさんです。キムさん、ナイスメイジュー。シュンさん、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 シュンさん。清木場さんは長旅の疲れなどみじんも感じさせず、早速釣りの準備。ここからおよそ1時間半かけて世界最大のサンゴ礁グレートバリアリーフへ向かう。キャプテンは通称綱デッキに移動する。この高台からロウニンアジの餌となる小魚の群れを探すのだ。初日はインリーフでの釣り。浅い水深の場所が多い。キャプテンのおすすめは大きい水しぶきを上げるポッパーというルアーだ。はい、ready? 12 o'clock。 投げる方向は時計に見立てた時間で指示が出る。 Very nice, very nice. Good, good. Pop, 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 pop. Pop, pop, pop. That's it. Hey, good, good. That's good.反応がなければまた次の小魚の群れを探し攻める。これがキムキャプテンのスタイルだ。 Can you see the bait fish? Yes. Yeah, good, 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 good. Yeah, GT. Oh yeah, come on here. Fish on.オーストラリア初ヒットにして冷静かつパワフルなこのファイト。この釣りをやり込んでいるのがよくわかる。7メーターから10メーター。おお、まあまあだね。はい、もう浮いてきたよ。
Welcome to Australia. Hey. Hey, good. 準備運動にしたらちょっとでかいぞ。腰ほりゃ疲れた。 That's it! Yay! This Yay! And go! Thank you, Australia! Nice catch! 10キロぐらいかな。10キロガッガッと言ってます。 Thank you!ありがとう、デューティー。 Hold him out, make him look like a real one. 腕が折れる。 Yeah, bye bye. Bye bye. Thank you, Captain. Thank you. Sure. Nice job. ちょっと休憩。 Okay, you ready? Yeah. Yes. 次々にベイトフィッシュの群れが見つかる。これは休めそうにない。マジかよ。マジですか、ここ、この国。この国どうなってんのよ。このさっきと何時ぐらいかな。He's a swimmer. この差本当いいね。楽楽。うん。バズがワットから、これもまあまあいいサイズじゃないの。キュー。ああ、腹にかかってたんだね。これ10キロぐらいだね。いいね。すごいね。オーストラリアグレートだね。最高。キャプテン、休憩。もうバイトフィッシュ。12 o'clock. Let's go again. Come on. コーヒータイム。これ3発続けてはきついでしょ。まだまだ途切れない小魚の群れ。だいぶキムキャプテンのスタイルにも慣れてきた。グッグッ。おお、ほら、おお、ああ、やばい、リーフに。わあ、これでかい。おお、いいじゃん。え、ナイスフィッシュ。ナイス、ナイス GT。That's a good one. Okay, thank you. Good job.Nice fish, nice catch. Yeah, that's a good one. Yeah, good GT. Thank you. まずまずのサイズ。風格漂うサンゴ礁の王者。いや、これいいですよ。これいい魚です。18キロ。目標にはまだまだ届かないが、強烈なファイトを楽しませてくれた。釣るよ。あは。
ありがとう。歌歌ってる時はどっちが楽しい？歌歌ってる時はどっちが楽しい？それは釣りでしょ。気がつけばもう夕方、夢中になるとあっという間だ。いやー、肩慣らしにはちょっときつかったね。オーストラリア大陸がまだ開拓される以前、ジャングルに覆われていた頃からこの地を守ってきた先住民族がいた。アボリジニと呼ばれる独自の文化を築いていた人々だ。そのアボリジニが神の使いと崇めたその魚は赤い目を持ち、神々しく輝く美しい鱗に覆われていた。魚の名はバラマンディ。彼らの言葉で鱗の大きな魚という意味を持つ。クイーンズランド州の海沿い、ほぼ中央に位置するマッカイ。バラマンディフィッシングを目的にこの町を訪れた日本人がいた。世界を股にかけるアングラー、村田はじめさんだ。村田さんはこれまでにも数々のバラマンディを相手にしてきた。まあ、バスみたいなああいう形をしてる魚の中では最も姿が綺麗、ね、かっこいい、体高がありパワーがありジャンピングがすごくて、大きくなってくるとこれがまた超難しい。その超難しいところを何とかしたいっていうするっていうのがね、難しければ難しいほどもう僕は燃えてくるわけですよ。今回の調校でベースとなる町へ移動する。やってきたのはリゾート地としても知られるアーリービーチ。グレートバリアリーフに近いこともあり、国内のみならず海外からの観光客にも人気のスポットだ。翌早朝、ビッグバラマンディの潜む湖、ピーターフォーストダムに到着した。 Good morning. How are you? さあ、今回ガイドをしていただくジョニーさんです。この船に乗りましてです、なかなかこうバラマンディボートっていうのはちょっとこう振りの深いボートを使うんですけども、その中でも非常に大きい方の船ですよね、これね。いや、good selection. The minnows, shallow diving minnows, a little bit deeper. We've got some soft plastics. Yeah, that's a good cross section. If we can't catch a fish on that, we deserve to be walking home. 後ろ側の山。まずやってきたのは立ち木や水草など岸際に植物が生い茂る場所。今やってるのがですね、バラジャークと言われる、バラマンディの時によくやるんですけども、沈めてクイッグイッこうついってこうカリカリって巻いてちょっと沈めてクイックイッとこういきます。でそこでポーズさせてふーくりくりくりクイックイッっていうようなやり方なんですけども、このポーズしてるちょんちょんってやってる時にこう吸い込むんですよ。今3つの攻め方でやってます。最初ちょっとダイビングのミノを使い、次にディープダイバーのミノを使い、2回とも早めの動きだったんで、今度はロングジャークでストップモーション長くしてディープダイバーやってるんですが、共に当たりません。ただ魚は川筋から浅くなる場所にステイしている。村田さんがここで一手繰り出す。ここにこうネイルシンカーって、これワームに差し込むシンカーなんですけど、これをですね瞬間接着剤でここくっつけました。これでまあ4グラムちょい重くなりましたんで、今までこうふいって浮いてきたのがふっ
超デッドスローでこう浮く、まあ、その分深いところを狙うことができる。もう一つ、今今日超風が強いんで、ちょっと向かい風に右に投げるとどうしてもバックラッシュが多くなるんですね。あのリールがバッとなるやつが。ところがこいつ 4g ちょっと重たくなりましたから全然楽。あの風をこう引き裂きながら飛んでくれる、そんな感じです。だからあのじっくりと魚にこう見せてやるっていうのが必要なんですね。当たった、よし食った、いやー素晴らしい。これは言った通りじゃん、ね、言った通りでしょ。おうわっしゃ、ナイスジャンプ。よし、おナイスバン。おおおおおやれー、あーダメだ、逃げちゃった。中に入ったんだけど。なんか俺言った通り今さ魚かけたからさ、すげー嬉しいんだけど。しかもだってこれ今チューニングして、あっ、あんじゃない、重りもない。スプリットリングを引き伸ばしてネットから飛び出すパワーはやはり波の魚ではなかった。結局初日のコンタクトはこの一度だけ。まさに一発勝負、ミスは許されないシビアなゲームであることを実感した。グレートバリアリーフでの GT フィッシング2日目、絶好の釣り日和。グレートバリアリーフに向け船は走り出した。この日の夜は沖で船中泊。ここから深くなってる、もうここからもう 1000m ぐらいまでどんどん落ちてくる。この辺で出れば、はい、50キロ、50キロ。OK, cast when you're ready.Good. Up, 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 up. Good. Good action. Yeah, GT. Here we go. Boom. Pop, pop. Pop. Yes, yep. Fish on. 一投目からヒット。いい状況は続いているようだ。さあ、さあ、パッパッパー。Good morning, GT. 朝一。うわ、やばい。ちょっと潜ってるよ。ほら、あ、これは結構重いよ。いい魚よ。ほら、入った。Okay. リード入った。Right, here he is. Just a small one. リアフック。All right. Good morning, GT. Yeah, thank you. Thank you. おお、つかみ1本目です。ありがとう、GT ちゃん。ベイトフィッシュがすごいタイプですよ。Okay. Can you see the bait fish schools here? We got one here.Then we got 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Many, many bait fish. Oh, it's there, it's there. Yeah, good, good. Nice. Yeah. Okay, oh, GT, break, 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 break. Yeah, GT, GT, yes. Fish on. Okay. Oh, what a gorimaki, Jay.
こっから入るよ。おらおら。いやスコールでかい。Yeah, good size. Yeah. Bring it round. Okay, thank you. Yep. Okay. いいタイムだねこれ。いやいい疲れ。でもこのぐらいが燃えるね。はあ、ありがとうございます。2日目の釣りはここで終了となった。インリーフの穏やかな場所に船を止めた。今日はここで夜を過ごす。神の魚バラマンディを狙う村田はじめさん。2日目のピーターフォーストダムには前日以上の猛烈な風が吹いていた。まずは風裏のポイントにやってきた。本日はまずはこの辺のダイバーから。重りを貼り付けるチューニング済みだ。基本一発大物だけです。狙いは変わってません。どんどん強くなる風が容赦なく吹きつける。いや、ナイスフィッシュ。あお、スティック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 、いや、カマン。よし、ここは無理やり。よっしゃ。そんなにでかくないけど、バルマンディよ。オラオラ、きれい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 、ビューティフォー。やれやれやれ、 Thank you Thank you やったー、綺麗よね。もうピッカピカでしょ。尻尾もすっごいこう、なんていうの、こう、ニベのこう尻尾っていうか、ね、そのもっと広いやつ。いやー、行きましたね、切り前綺麗ね。村田さんの諦めない釣りに応えてくれた神の魚バラマンディ。神々しい魚体を手にした瞬間、これまでの苦労は一気に消え去った。よしよしよし。こうして紆余曲折あったバラマンディフィッシングは幕を下ろした。神の魚は美しい魚体とともに感動の釣りと最高の出会いを運んできてくれた。まあ、もう絶対もう一気の来てですね、あのネットから逃げてったメーター20、いや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 、メーター30、メーター40、そういったやつをこう狙っていきたいと思いますね。さらなる大物に出会うために村田さんはこれからも巨大魚を求め世界中を駆け巡る。夜明けが美しいオーストラリアグレートバリアリーフ。海の上で目覚めた清木場さん、最終日の釣りに臨む。しかしこの日は前日までと様子が違った。風が吹いてベイトが見えないですね、見づらいというか。ベイトを見つけてキャストしても肝心の GT が出てこない。Yeah, bait fish there. Ready?12 o'clock.
Yep, bait fish. Should be GT around here somewhere. Come on, dude. Yeah, yes, GT. Hit it. Good fish. Oh, whoa. Good GT. Good GT. Okay, one. I've got to come back. One. Otherwise, he'll get you in the reef. Okay. Okay, Rarabay. Yep, nice GT. シャロー来た。あ、もう見えてる。もうちょい。リーダー見えたよ。Hooked underneath. Okay. Okay, okay. まあ。Just watch him, Shannon. いいじゃん。Only one hook. Only one. One hook. One hook. Only one hook. Don't chase him. Well, what's the head? Remember, so you can't chase him. Okay. One hook.Hey, what's up? Hey, what's up? Thank you. やっと釣れた一匹っていうのはありがたいですよ。Okay, GT, thank you. いや、嬉しい。ガガガ、ガガガ。やっと出てくれたよ。ありがとう。Okay.ドッカンと来いよ。この辺。うわー、ドキドキするね。おー、そこだ。カモン。グッグッ。GT! Pop up! Yes! GT! Rah! どうかね? まあ、あると思うんですけどね。よく引くけど。上がってきたよ。Oh, yeah, oh, GT, GT! Yeah, good. Good GT. Yeah, good GT! Good size! いや、20あるじゃん。Yeah. One hook よ。Okay, good, thank good. You. Yeah, hey, nice job. Thank you, Captain! Thank you, nice GT. Nice GT. Oh, yeah, good fish. Yeah, big. これ20あるね。22、23あるよ。22、23。シャイ。EGT。EGT よ。今回の長考最後となった浪人アジ。目標の30キロには届かなかったが、充実感に満たされていた。もう50キロ、60キロいるという話なのでね、そういうのもちょっと自分の体力とその。
テクニックでどのぐらい通用するのかなっていうのはやってはみたいですね、うん、キャプテンもリベンジしろって言ってたんで、ぜひまたキムキャプテンと一緒に次はでかい GT を取りたいですね。大自然の懐でアングラーは夢を見る。非日常の世界に身を置くことで叶えたい夢があふれ出す。純粋に魚を追い求め没頭する幸せは釣り人以外味わえない。さあ今回使ったタックルですが、もうワールドワイドでございますね。ワールドシャウラー、もう世界のターゲットを物にするために作ったロットです。5.3R それから 16.53R っていうのはこの2本がメインになりました。まあ、特に 5.3 シリーズっていうのは基本的にこのオーストラリアで生まれたロットだと思っていただいていいでしょう。もちろん世界に行かなくてもいいんですよ。ただ1メータークラスのバランが釣れるということはもうバスなんて1コロ、そういうロットでございます。ワンアンドハーフ、シマリ寸法130センチということで飛行機にも引っかからず、そのまま無料で持ってくることができるという状態です。そしてこのアンタレスですが、まあ言わずと知れた、まあ、カット日です、ね。巻き心地も良くてメータークラスのバラでも何の問題もなく、グイグイと引っ張ることができる。それに使うルアーなんですけども、まあアサシン系です。特にディープ系の今回は多かったんですが、本来はもっとシャロー系も使えます。貫通ワイヤーで強化ボディ、そして超カット日、ね、こういうものを使っていただきますと皆さんもバラマンディーに会えるかもしれない。